こんにちは、ゲーズモードのカエルです。アメリカに住んでいる時、夏の暖かさって楽しみにしてましたが、日本に引っ越してから辛いと思い、対策はあるでしょう。今日はその一つご紹介したいと思っております。アイスクリームメーカーです。今日は2つのモデルを試して、どっちの方がいいか決めたいのですが、1つが安い、もう1つが少し高い方なので、メリットあるかどうか見てみましょう。まずはこちら、カエコーポレーション DR5929。 Amazon で購入して超安いですよ。シンプルで可愛い卵みたい。でもう一つ、アメリカブランドクジーナート ICE30 大きくてかっこいい、ただ高いよ。楽天で2万円ぐらい。違いがこちら、サイズ、自動タイマー、上の蓋です。クジーナートのモデルはサイズは様々あって、必要に応じて小さい方、大きい方買ったらいいです。蓋に穴が開いてるんです。これは何のため？そう、物を入れるんです。ナッツ、クッキー、フルーツ、何でも。間違いない、こっちの方がいろんな種類が作れそうですね。カエはその全部がないんですよ。本当にアイスだけ作りたいの場合はこれでいい。今日はカエの方で作るのはバニラアイス。簡単で美味しいです。生クリーム、牛乳、バニラエッセンス、卵、別に必要じゃないですけど今日は入れました。砂糖、はい、ボウルに砂糖を入れます。スケールを0にして別のボウルに生クリームを入れます。卵を入れます。混ぜ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 、はい、混ぜてから牛乳を入れます。少しバニラエッセンスを入れてもう一回混ぜます。スイッチを入れて20分ほど待ちます。10分後、もうかなりアイスの形になってますね。さらに5分待つともうできたと思うけど、もう少し待つ。ちょっと開けてみます。おお、うん、感動したね。ということで美味しかった。ではクジーナートで作ってみましょう。前と同じく食材を準備しておきました。今回はオリオアイスを作るのでオリオを買ってきました。海外のものなのでマニュアル、レシピブックが英語、しかもミリリッターじゃなくてティースプーンとかカップ、懐かしいけど、まあその測り方対応しているものがないので、僕の基地には Google で変換を調べなきゃ。砂糖、生クリーム、牛乳、混ぜ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 、ケーブルの長さ足りないですね。ボウルに入れて中身を流して、よい、オッケー、回ってます。オリオを細かくしておきます。5分終わる前にオリオを入れます。これ約スタートしてから10分後ですね。いい感じです。はい、これ20分後、ミルクシェイクっぽいですね。このまま飲んでもいいかもしれないです。さて、クッキーを入れます。ふわー、最初はちょっと入りすぎたかなって思ったけど、混ざってからいい感じですね。さあ、出来上がったので味見して感想を聞かせます。うん、うん、 Oh my god、 うん、うまっ、 Goodness gracious、 Look at that、 Beautiful、 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 美味しかったです。まとめるとどっちもいいと思いますが、コスパって考えたらカエコーポレーションですね。でも大人数でアイスを作って食べたい時にアイスクリームメーカーも大きくしないと、ということでクジーナートもとっても良かったと思いました。以上、アイスクリームメーカーの比較動画でした。